では、画像を取り入れます。ザリガニをドラッグしてドロップ。部品として追加を押しましょう。今、選択された状態です。ちょっと動かしてみましょうかね。位置をここ,こで、このボタンを押します。今、 固定化されました。これはもう動きません。ここで吹き出しを。バケツで書きましょう。このザリガニが。言います。はい。ここに。 何か話しましたよ。えー、ハサミで L 字で切りましょうか。はい。そうですね。このように切れました。なんか追加したいときは、真ん中のボタンで、編集ウィンドウを開くをやりましょう。すると、 編集ができます。今度は赤い字で、いやーって。はい、バッテンをします。保存して終了のボタンを押します。すると、このように修正できました。もちろん、吹き出しは動きます。簡単にできます。